皆さん、こんにちは。3月8日に開幕する第5回ワールドベースボールクラシック。各国代表選手に大物メジャーリーガーが名を連ねる中、注目を浴びているのはやはり大谷翔平選手です。栗山英樹代表監督と臨んだ会見では、優勝だけを目指す、と宣言。また、自ら代表入りを誘ったダルビッシュ有投手から、大谷君は優勝に飢えている、と言われるなど、あの大谷選手が、ガチ、で参戦すると期待が高まっています。世界を代表する選手でありながら、メディアへの露出が少なく、プライベートは謎ばかり。そのため、大谷選手の一挙一動は、ファンやメディアに大きく取り上げられてきました。1月14日には、インスタグラムに、プライベートな写真を投稿。と言っても、渡米の際に機内から撮影した夜景と、機内食の写真があるだけなのですが、国内外のファンから、新鮮で嬉しい、珍しすぎる、とコメントが相次ぎ、50万を超えるいいねがつきました。さらに、大谷選手との交際、匂わせ、で世間を騒がせてきた、元バレーボール女子日本代表の加納舞子さんが、1月24日放送の日本テレビ系、踊るさんま御殿に出演。一人暮らし女子の生態がテーマだったのですが、その際の発言が逆匂わせなのではと囁かれているんです。放送でさんまが、これから結婚ってのはまだ考えていらっしゃるんでしょう？と加納に質問し、まだわからないですね。これからできるのかどうか。そこまではやっぱ、一人が今すごい落ち着くので。と回答。この発言が、破局を匂わせたのでは、と憶測を呼んでいるのです。2018年頃から、お揃いのブレスレットを着用し、大谷の試合を現地観戦。テレビ番組では遠距離恋愛をほのめかすなど、噂の恋人として注目が集まっていました。ニュースになっても当人たちから否定のコメントはなく、ここ数年は疑惑が深まるばかりでした。大谷選手のファンはやきもきしながら見守ってきましたが、今回の逆匂わせに安堵しているでしょう。そもそも高校時代に26歳で結婚を目標にしていた大谷選手。来季終了後に FA を迎え、しばらく結婚はないというのが業界内の定説となっています。しかし、今度はフジテレビの佐久間南アナが大谷選手に急接近しているのではないかとの噂が浮上しています。佐久間南アナは、ワールドベースボールクラシックに、局の代表アナとして取材をする予定になっていて、その美貌と CQ、ナイス豊満で、米大リーグから参戦する、大谷翔平選手の恋人候補として急接近する可能性が高いと思われます。佐久間アナは、昨年4月からスポーツ情報番組、S パークの MC として出演中。昨年のサッカーワールドカップではスタジオで存在感を示すなど、今やエース格の扱いです。美貌と明るさで番組を盛り上げるスポーツ専門アナとして活躍する中、今年の大仕事といえば、3月8日から開催される、野球の世界一決定戦、WBC、ダルビッシュ有投手、大谷選手など、現役の大リーガーたちが日本代表として参加。また、これまで積極的ではなかった米国代表も、多くの大リーガーが出場することで、未だかつてない盛り上がりを見せています。当然、白熱が予想されるのはテレビ各局の取材も同じ。しかし、佐久間アナは幸運を呼ぶアナと言われていて、彼女の初めての球場取材は、昨年4月に行われたロッテ・オリックス戦。この試合で、なんと佐々木朗希投手が完全試合を達成しました。さらに1ヶ月後、渡米してエンゼルスの球場で取材をした日に、大谷選手がメジャー初となる満塁ホームランを放ったんです。フジテレビは佐久間アナを使わない手はないと考えているそうで、2020年にフジテレビに入社した佐久間アナは、アイドルのような美貌で取材を通し、プロ野球選手たちとも関係は良好だそうです。スポーツ紙記者は、大谷選手を取材した際、佐久間アナが赤面していたのが印象的でした。帰国後、大谷さんと米国呼びで、
人はしゃいでいた佐久間アナは完全に一目惚れ状態。大谷選手の女子アナ嫌いは有名ですが、佐久間アナの可愛らしさにまんざらでもない様子。WBC の取材で急接近し交際に発展する可能性もゼロではないと話していると週刊実話ウェブが報じました。3月6日に京セラドームで行われた侍ジャパン強化合宿阪神戦では、初回の第1打席こそ空振り三振に倒れたものの、続く3回に西1、2塁とチャンスの場面で打席を迎えると、日本のファンに挨拶代わりの一発、片膝をつきながら泳ぐようにフォークをすくい上げると、打球はセンターバックスクリーンに向かって一直線のスリーランとなり、日本国民の期待に応えてみせた大谷選手。体勢を崩されながらもねじ込んだこの一発には、海外記者も賛辞を惜しみませんでした。米スポーツ専門局のスペイン語版 ESPN デポーツでライターレポーターを務めるエンリケ・ロハス氏は試合後公式ツイッターを更新、同シーンの動画を引用した上で、太陽系で最も優れたプレイヤーだと称賛の言葉を送っています。さらに大谷選手の活躍はこれだけでは終わりません。5回にも西1、2塁とチャンスの場面で第3打席を迎えた大谷選手は、この回から登板した阪神2番手の富田にフルカウントまで追い込まれるも、高めのストレートをライトスタンドへ一直線に運ぶ2打席連続スリーラン、3打数2安打2本塁打6打点の大活躍を見せました。試合後ヒーローインタビューに応じた大谷選手は、日本のホームランについて聞かれると、1本目について1打席目に三振して反応悪いかなと思ってたんですけどと反省しつつ、なんとか2打席目で修正しながらいい打席だったと手応えを語りました。続く2本目についてはフルカウントだったこともあり、甘い球を狙っていたという大谷選手。ちょっと詰まりましたけど力でなんとか運べてよかったと、規格外のパワーでホームランにしたことを振り返りました。日本のファンの大歓声にも力になっていると笑みを浮かべ、全員で1点1点取っていきたい、僕自身の調整は今のところ順調に来てると思うとし、チーム全員で調子をもっともっと上げていって、いいチームで初戦を迎えたら十分に上を狙えるんじゃないかと思ってますと WBC 本戦に向けて決意を語りました。このように目覚ましい活躍を見せてくれる大谷選手、この活躍の裏には可愛らしい佐久間南アナにいいところを見せたい気持ちが動力となっているのかもしれませんね。これから始まる WBC での活躍はもちろん、日本の誇る野球選手として今後の活躍に目が離せません。いかがでしたか？最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。